通勤通学中の皆様おはようございます。福田の世界Gニュースの時間です。さあ本日はですね、ディズニーの実写版白雪姫の新しい写真が掲載されたと、そういった話題を見ていきたいと思います。この写真がですね、非常にインパクトのある写真でして、ディズニーファン界隈を大変賑わしているんですが、どうやらですねこれには裏があるようなんですね。本日はそちらを見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな Gニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは本題です。本日はですね、ディズニー実写版白雪姫の新たな写真が出てきたということで、こちらが大変話題になっているんですね。そしてですね、これがものすごいインパクトのある、もうねポリコレの塊のような写真だったわけです。そこで今ネットは大炎上を続けているというような状態になっています。それではですね、まずもうちょっとねこちら若干見えておりますが、ちょっとね記事の方を見ていきたいと思います。エクスクルーシブ、白雪姫とポリコレの仲間たち、ディズニー名作映画の新たな実写リメイク版の最初の写真には、小人の俳優を使った口論の後、代役のプリンセスが様々な陽気な男女の集団と歩いている様子が映っている。ということで、いきなりですがこちらですね、エクスクルーシブ、こちらが本日のキーワードになります。こちらエクスクルーシブですね、一人またはグループのみの限定ということで、こちらのエクスクルーシブは独占ということになるんですね。つまりこちらは独占、白雪姫とポリコレの仲間たち、ディズニーの名作映画の新たな実写リメイク版の最初の写真には、小人の俳優を使った口論の後、代役のプリンセスが様々な陽気な男女の集団と歩いている様子が映っている。はいほーはいほー、彼らが行く職業センターに出発します。ディズニーによる白雪姫の実写リメイクでは、7人の小人が魔法の生き物に置き換えられているからです。この映画ではレイチェル・ゼグラーが演じる架空の王女のキャラクターが、性別、民族、身長が様々であるように見える新しい仲間たちと一緒に初めて写真が撮られた。白雪姫の有名な黄色と青のドレスと赤いマントを着た女優は、明るい色の服を着て仕事道具を持ったグループに追われている。メールオンラインが独占的に入手した写真では、木曜日にベッドフォードシャーで撮影が目撃された。ここに描かれたシーンには、追加の写真を撮影するために使用された2人の代役、スタンドインのエキストラが出演しています。ディズニーは昨年、ゲームオブスローンズの俳優ピーター・ディンクレイジが後ろ向きな物語を批判したことを受けて、固定観念の強化を避けるために7人の小人を魔法の生き物に置き換えると発表した。ピーター・ディンクレイジはこの人ですね、あのゲームオブスローンズ出てましたね、見てる人はわかると思いますが、この方です。小人賞の方なんですよね。高い評価を得ているゲームオブスローンズの俳優は、マーク・マロンのポッドキャストの最新エピソードでのインタビューで、実写リメイクのストーリーを後ろ向きだと述べた。リンクレイジはウエストサイド物語のスター、レイチェル・ゼグラーを主役にキャスティングしたことについて次のように語った。あなたは今でも白雪姫と7人の小人の物語を語り続けています。一歩下がって、そこで何をしているのかを見てください。私には意味がありません。あなたはある意味で進歩的ですが、洞窟で一緒に暮らす7人の小人について、あの後ろ向きな物語をまだ続けています。何してるの。ということで、まあ、この人がね小人賞ということもあって、いまだにね小人をああいう風に描くのはどうなんだということを言っているわけですね。ディズニーの幹部らは、伝統的に公正なドイツの王女の物語であるにもかかわらず、ゼグラーにタイトルの役を与えたことでも批判を浴びた。レイススワップというやつですね。ワンダーウーマンのガルガトットも邪悪なママ母役で出演するこの映画は、2024年3月に公開される予定だ。ということで、公開された写真がねこちらなんですね。これすごいですよね。もうとんでもないインパクトです。実写版の白雪姫の7人の小人はこのようになるということですね。まあ、小人賞のね方、この方1人いますけど、基本的にはこの方が1人だけです。他はね小人ではないんですね。まあ、ありとあらゆるですね、まあ、人種、そして性別、ここね女性もいますね、の方がいてですね、コリコレの仲間たちと言われているというわけですね。そしてね、こちらにスノーホワイト、白雪姫もいますね。こちらこんな感じでね、動画も出てるんですね。いやー、これはね、すごいですね。もう凄まじいインパクトです。これ一体何が起きてるんでしょうかというぐらいですよね。こうやってね、ここにもありますね。こんな感じになっていると、こうやってね、あります。こちらがね、オリジナルのアニメーションのね、白雪姫ですね。バービーのグレタ・ガービグが共同脚本を務めたこの新作では、はい、こちらですね、共同脚本が、あのね、バービーの監督が入っているんですね。王子は登場せずに、代わりにリーダーになることを夢見る、より強い白雪姫に焦点を当てる予定だ。ゼグラー氏は以前、この映画が、政治的に正しくなろうとしている、まあ、ポリコレになろうとしているというね、報道について言及し、ストーリーにはリフレッシュが必要だと主張した。まあ、これをね、否定していないということですね。私たちのバージョンは、いつか王子様がやってくることを超えた役割を持つ若い女性についての爽やかな物語です。もうね、これすごいのが、私たちのバージョンだと言ってるんですよね。コロンビア系のアメリカ人の彼女は、雪のように白い肌と評された白雪姫役にキャスティングされた後、一部の批評家から厳しい批判にさらされた。削除されて以来、彼女はツイートで次のように書いた。はい、私は白雪姫です。
いえ、客のために肌を漂白しているわけではありません。いやー、強烈なインパクトですね、これ。こうやってね、ずらりとまあ写真が出ていると、まあそういったわけですね。こうやってね、後ろにスタッフがね、ずらりと並んでるような、こんな写真も出ているんですね。でもさすがにこれってひどすぎますよね。でですね、実はこれには裏があるようなんですね。ポリコレ白雪姫のセット写真は公式のものではないと発言。ディズニーの実写リメイク版白雪姫と7人の小人のものと称するセット写真はポリコレ描写として反発を受けた。デイリーメール紙は白雪姫とポリコレの仲間たちというタイトルの記事を掲載し、7月13日木曜日にイギリスのベッドフォード社で撮影されたディズニーのセットの画像を掲載した。写真では白雪姫の特徴的な黄色と青のドレスに赤いマントを着た女優が登場し、7人のキャラクターを演じる多様な男女俳優のキャストが同行している。写真の女性は公開予定の実写映画で白雪姫を演じる俳優レイチェル・ゼグラーと全く似ていないが、デイリーメール紙は写真には撮影後の役を務めたスタンドインのエキストラが写っていると主張した。物議を醸している7人の小人を演じる俳優について、同紙は白雪姫の仲間たちは性別、民族性、身長が異なっているように見えると指摘した。で、デイリーメール紙はですね、何を言っているかというと、これはスタンドインの役者を写したものなんだと主張しているわけですね。で、スタンドインの役者というのは何かと言いますと、カメラテストをするために本物の役者が入る前に本物の衣装を着てそこに立つエキストラのことです。で、そこでカメラのテスト、映り具合だとか照明の当たり具合、そういったのをテストするわけですね。そしてスタンドインの役者というのは当然ね、見え方というのをチェックするので、基本的には本物の役者と同じ人種、まあ、肌の色ですね、同じ性別、そして近い身長の人を使います。で、こちらがですね、これ本物のレイチェル・ゼグラーさんですね。こちらも公式のものになってます。そしてこちらがですね、スタンドインとされる役者さんの写真ですね。これほら顔違うでしょ。この人ですね、レイチェルさんじゃないんですよ、この人ね。なんだけどちょっと似てますよね、雰囲気。こんな感じでね。そして注目すべきはですね、これ見てください。衣装がね、全く同じなんですよ。ほらほら見えますよ、ここ、このね、スカートとか、ほらね、ディズニーはこれをね、全く自分たちのものじゃないよと言っているんですけど、これね、全く同じ服着てるんですよ。ほら、ディズニーはこれをフェイクだと主張していて、デイリーメールはこれはスタンドインのエキストラたちを写した確認を取っている本物の写真だと主張しているわけですね。真っ向から対立しています。7月14日の金曜日、ディズニーの広報担当者がデイリービースト氏に対してセットの写真は偽物だと語ったことで、論争はさらに拡大した。写真は偽物であり、当社が制作したものではありません。現在デイリーメール紙に訂正を発行してもらうよう努めているとディズニーは述べた。しかし写真は偽物だというディズニー側への主張への返答を求められたデイリーメール紙は、制作スタジオがこれらの画像ではレイチェル・ゼグラーとアンドリュー・バーナップの両方の代役が使用されていることを確認したと報じた。デイリーメール紙はこれが代役であるというのを確認しているというんですね。インディペンデンス紙への声明の中で、ディズニーの広報担当者は掲載された画像は公式の映画写真ではないと明言した。これらは一部のタレントの代役を示しており、レイチェル・ゼグラーやアンドリュー・バーナップは出演していません、ということで、ここちょっとね、ニュアンス変わってるの分かりますか。先ほどはこの写真はね、フェイクで自分たちの会社のものではないと言っていたのに、こちらになると代役ですと言い始めるんですね。それがね、こちらの記事に出てますね。この騒動についてのコメントを求められたディズニーの広報担当者は当初、デイリービースト紙に写真は偽物であり私たちの制作物ではないと語り、マウスハウスはメール社から訂正を望んでいると付け加えた。しかし数時間後、ディズニーの広報担当者は完全にこれを撤回し、写真は制作中に撮影されたものだが公式の写真ではないと主張し、先の声明は誤解だと主張した。メール紙は何が間違っていた、つまりこの写真をですね、まあ、ディズニーは自分たちの会社のものではないと言っていたんですが、これはですね、すぐに撤回しまして、自分たちの会社の写真だけども役者は本物ではなくて代役なんだと説明を変えたということになるわけですね。ということは、つまり実際の映画ではですね、これらの役者さんが本物になるだけということになりますよね。ほぼこのまま映画になるということになってしまいます。それではね、これに対してのネットの反応の一部を見てみたいと思います。これね、先ほどのデイリービーストの記事のツイートですね。こちら、オーブさん、別の言い方をすれば、この画像はディズニーですら公開すると信じられないほどバカバカしいものだったと。最初ね、これは自分たちのものではないと言ったけども、ディズニー自身もこれが自分たちのものだと信じられなかったんじゃないかと。ヘンリーさん、それは確かに雪のように白い肌だ。タバサさん、雪のように白い肌。ということでね、今回はですね、まあ、典型的なレーススワップということで、制作面的にもですね、以前ねお伝えしました、この方ですね、はい、皆さん覚えてますか。以前のね動画でもご紹介しました、
ラトンドラ・ニュートンさんの、まあ、遺産だということになりますね。ジェフさん、なんでディズニーは嘘をつくのでしょうか。あ、溶けてしまっているというね。もう完全に写真が偽物だって言い切ったのはちょっと不可解ですよね。じゃあチャーリー・カークさん、ディズニーによる白雪姫と D.I. ドワーフたちの実写リメイクから最初の画像へようこそ。白雪姫を演じるのはヒスパニック系女優で、小人は1人、ガウンを着た大人は6人だけです。ディズニーは固定観念の強化を避けるために映画のキャスティングを新しい方向に進めていると述べている。ディズニーは最近映画で9億ドルを失っており、この数字はさらに悪化する一方であると告げている。白雪姫は2024年3月公開予定ですと。そしてね、こちらのリプにもですね、一回ディズニーが全否定した上で一部認めたというような経緯もありまして、もうね、これはフェイクだと、いやそうじゃないんだというね、大論争が繰り広げられているというような感じですね。ということで本日はですね、ディズニーの実写版白雪姫の写真がとんでもない議論を巻き起こしていると、そういった話題を見てまいりました。現在ですね、これはディズニーの実写版白雪姫のスタンドインの写真だということまでは確定しています。それ以外は何も分かっていないんですね。ですのでこのカメラテスト以降ですね、これがもうガラッと変わってる可能性もあるんです。ですのでもう何にも分からない状態ですからね、まあ、あくまでもこの写真によってものすごいね議論を呼んでいると、そういう話題となっています。ただこのバージョンで出てくるかどうかは分からないにせよ、一回はこのようなバージョンで少なくともカメラテストはしていたと、まあこういった事実はあるということになりますよね。さあ果たしてですね、来年公開版の白雪姫がどういった形で出てくるのか、これに近しいものになるのか、全く違うものとして出てくるのか、このあたりはですねちょっと注目してみたいところですね。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで本日の動画は以上です。今日の動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。